リーグ公式表彰月間ジェラセリーグアワード9点月度の大賞が9日発表されたノミネートされた6選手の中から公式配信番組ジェラセリーグレジェンドライブ内で6球団のレジェンド OB による選考が行われ巨人戸郷小生投手が受賞したノミネートされていた選手は戸郷の他に ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手、DNA のアンドレ・ジャクソン投手、中日、福永祐希内野手、阪神、佐藤ア明内野手、広島、末金翔太外野手。レジェンド OB6 人による投票は戸郷が5票、ジャクソンが1票を得た。戸郷は9、10月に4試合に登板し、3勝1敗、防御率0.32。 9月5日のヤクルト戦で7回無失点、同12日の広島戦で6回無失点、同19日の d n a 戦で8回無失点と、安定感抜群の投球で4年ぶりリ,リーグ優勝に貢献した。MC を務めた阪神 OB の鳥谷隆は、順位が決まる大事なところで防御率0.32ですから、頼りになる投手だと改めて感じましたと絶賛。 巨人 OB の高橋義信氏も最後まで安定感抜群でした。ここぞの場面で三振を取れるのが一番の魅力だと思いますと高く評価した。昨年新設された月間ジェラセリーグアワードはジェラセリーグ公式戦全375試合日本生命セパ交流戦を除くで公式記録員が勝利に最も貢献した選手を独自の視点でノミネート。 月間単位でチーム別に集計を行い、最多回数の選手をチーム代表選手として選出する。ジェラセリーグレジェンドライブの中で、レジェンド OB6 人によって月間対象選手が選ばれる。さらに、年間の総ノミネート数をもとに、上記と同様の過程を経て、年間対象、選手が一人選出される。3、4月度の月間アワードはヤクルトのミゲルヤフーレ投手。 5月度は広島、小園海と内野手、6、7月度は中日、高橋博人投手、8月度は阪神、佐藤輝明内野手が受賞した。